これイギルっていう楽器なんですけどね。自己紹介としてじゃあ少しだけ歌います。生活を送ってきました。僕と同じイギルという楽器を、ね、持っている人もいますね。これトゥバの音楽家です。トゥバの音楽は実は自然の描写なんですね。全部自然の音によく耳を澄ますこと。せーの、その状態で、舌をできるだけですね、ダイナミックにおよよ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 聞こえる？使うのセミ。およよ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 よ。自分の声がよく聞こえるような。それで。じゃあ、およよよと言ってほしいんですが、せーの、およよ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 よおよよよよよおよよ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 いわゆる聴力検査 の, 耳がいい悪いとは関係なくて、どこを聞くかの問題で、関口君もその耳の使い方、あ、ここだって分かると途端に分かるような、聞こえるようになるんです、うん、一つ、僕は言えない音があるんですね。それがこれ、この音を僕は言えないんです。
これですね、この歯に丸のついた音って呼んでるんですけど、発音できないから、この音を100万円で売っちゃったんですね。意味わかる？美術作品を集めているコレクターと呼ばれる人がいるんですけど、人たちがいるんですけど、その人に100万円で売ったんです。つまり、まあ、さっきは方面でね、歌ってみせました。これはちょっと発想の転換で、声を発することが表現になるなら、一つの音だけを言わない、それを発しないで、ずっとその状態を保ちながら生きていくことも表現になるかもしれない。アーティストが作品を売るっていうのはどういうことなのか、あるいはコレクターが作品を買って所有するってどういうことなんだろうってことを問題提起をした。だから100万円でハニマルのついた音を僕の作品として売ります、あなたどう、これについてどう思いますか、そういうメッセージを発した。今日、こんなものを持ってきました。これは分かります？聴診器。そうで、聴診器はね、お茶屋さんに行くと心臓の鼓動を聞いたり、呼吸する音を聞いたりするときに使われていますけれども、まあ、これ病院で使っているのとちょっと違ってて、病院で使っているのはこのままチューブが伸びて、それをそのまま耳に入れます、ね、でこれはここにマイクがついてて、でこれはまあ無線の、送信機で、安定した心臓ですね。心臓のこと、これね、ありがとうございます。心臓のことって、ワークショップとかでいろんな人にこう心臓のこと、これね、当てたい人って言っても、結構いろんな人が変わる代わりやってみて面白いんだけど、みんな違うんですよ。みんな顔違うでしょ、声違うでしょ。心臓の行動もね、みんな違う。面白いですよ。この骨伝導マイクは、空気の振動は直接は拾わないんですけど、いろんなものに貼り付けることができる。ここのね、鼻のこの柱のところにくっつけます。ここにくっつけました。この状態で、そうすると頭蓋骨の振動を拾うんですけど、ちょっとスイッチを入れてみます。
構ありますね。そうすると、アンプですね。ギターアンプはエレキギターをつないでキュイーンとかグワーンとか音を出しますけど、僕はこれをこう頭を叩く振動だとか方面を、ね、この方面でギターアンプを鳴らしてる。でさっき写真でね、あの遊牧民の人たち の, あの様子見てもらいましたけど、まあ、そこでこう学んだ彼らの伝統を僕はこう現代的に方面っていうのを自分のすごくリアリティのある形で表現を置き換えていってどうなるんだろう、直接受験に役立つことではないかもしれませんけれども、でも僕ら日常生活の中で、表現者でなくてもアーティストでなくても、必ず何か表現しながら、生きている、誰かに何か伝えるときに言葉を選びますよね。世界によく見る、世界をよく見ること、よく聞くことっていう話をしましたけれども、よく耳を澄ましてよく見ることによって世界の豊かさを知ること、それもすごく大切なことだと思いますね。表現がなんかあまり深く考えたことはなかったけど、すごい深い、奥深いものだなって思いました。いろんなことを見れて、とても良い経験になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごかったです。あんまり感じたことなかったです。すごかったです。頭蓋骨のマイクの頭をこうトントンで鳴らすだけでいろんな音がするのにびっくりしました。僕、科学は好きなんですけど、芸術とか音楽は科学の力で作っているんだなと思いました。なんか変な言い方かもしれないんですけど、なんか独特な考え方とかが、他の人の独特な考え方とかそういうのが知れて、とてもなんか面白かったです。今日のは表現っていう観点と、あとは普段見えないものとか聞こえないものを、それを自分なりに出すということ、これは今の子供たちに、うちのクラスの子にもすごく勉強になったし、そこら辺をやっぱり知らない部分を広げていくっていうところについては、受験には関係ないってお話もあったんですけど、すごくでも関係してくるような気がするんで、大変勉強になったと思います。はい。